あの最近よく M&A とか MBO、TOB っていう用語を聞くんですけど、これそれぞれ何が違うのか、そしてどんなものなのか知らないので教えてください。わかりました。簡単に言うと M&A っていうのはマージャー&アクイジションっていう、あの、まあ、企業買収企業合併の略して M&A っていう、はい、通常であればね、企業っていうのは作る人がいて、その後にその企業が大きくなったり縮んだり消えたりっていうね、いろいろあるんだけれども、はい、ただし企業っていうのも実は売却することができるんです。あの非上場企業であればこれ全部実は相手に売ることはできるんです。でこれね、実際に問題にならないんです。未上場企業で株主がもう全部合意すれば、はい、あの誰か大きいところに売ることはできる。でその典型例っていうのは例えばタリーズって会社が、ああコーヒーのですか、そうコーヒー、ね、大好きです、はい、でそのタリーズっていう会社はある日本人の方がアメリカに行って、それをビジネスモデルを持って日本で作って、うんうん、である程度の規模になったら日本の確か商社に売却したんですね。でその時にその彼は選択肢がもう一つあった。それは上場させること、そのままね、はい、でこういう時は実は取引がそんなに難しくない、スムーズです。そうで、あの、まあ、株主が少ない、もしくは株主が1人しかいないと、はい、通常のものを売るみたいな感覚ですね、はい、これが上場企業だとそうはいかない。はい、上場企業というのはオーナーがいっぱいいるんで、そうですね、株主さんがいっぱいいらっしゃるってことですね。そういうこと、はい、だから上場企業の買収っていうのはそのためにすごく細かくやらないといけない。なぜかというと100万人いるかもしれない。そうですね、皆さんにいいですかいいですかって聞かないと。 でその人たちが全員実はその、はい、うん、満足いかないかも、買収価格、あの価格に、はい、例えばその自分が持ってる会社10倍になると思って、はい、買った銘柄がさ、その3ヶ月後に買収されて自分が買った値段よりも 20% プレミアムつけられたけど、それに文句言うかもしれない、これ安いかもしれない、はい、その人たちの要は合意を取らなきゃいけない、ね、大変ですね。でもう一つはこっそり買っちゃいけないんですよ、上場企業っていうのは、はい、要はある程度のパーセンテージについたらまず一回これを公表しなきゃいけない、うん、ある会社の 5% を超えたら実はこれ公表しなきゃいけないんです、はい、ちょっと大株主になるんで、こっそり全部買い集めちゃダメなんですよ。そうかそうか、だから例えば私が大金持ちだったとして、エミン3社をこうちょっとずつ買って 100% にして、そうそうそう、知らぬ間に私がオーナーになってるってことができない。できないです、はい、これは上場会社の場合は一定以上のパーセンテージを集めたいんであれば、これ TOB をしなきゃいけないですね。 TOB っていうのはテイクオーバービットって言って、はい、これはもう公表します、大々的に。うんうんうん、でもう私はこの価格でこの会社を買う気ですと、はい、でこの価格で今の市場価格よりも高い価格を出してこの価格で支払いますので皆さん私に売ってくださいよと、あーなるほど、いうこれをあの要は全部公表する、発表することによって公平性を保つんです。うんうんうん、こそこそ買い集めて取ろうとしてませんよと。で全員株主には、はい、平等な機会を与えますと、うんうん、そうだから例えば今1000円で取引されている銘柄を1300円で買いますと、はい、でなぜ300円なのか、なぜそこにプレミアムがついているのかっていう、うん、もしくはそのプレミアムが妥当なのかっていうことのこの計算をしているのは実は証券会社の、まあ、M&A のアドバイザリーをしている人たち、だから企業価値を計算するんです。はい、でそれを算定書といって、その算定書があるからこそ何か後で裁判沙汰になった時には TOB かけた会社、うんうん、もしくは TOB に応じた企業でもいいんだけど、いや私たちがこういうレポートがあったんでこれを参考にやりましたよと、プロセスがある。一度上場してしまうとこれはもう公パブリック、はい、英語でパブリックカンパニーって言うんですね。おもうみんなのものなので、うん、ある意味これはみんなの承諾を取らなければいけないからこそ非常にこういうような手段を踏んだり、まあ、いろんな細かい手続きをやったりする。それがあの代表的なものが TOB。 相手のマネジメントとか大株主がもし賛成してくれれば有効的な TOB になるし、うんうん、はい、賛成してくれなかったら敵対的 TOB になる可能性もある、うん、あ、敵対的 TOB っていうのもあるんですか。あります、敵対的 TOB っていうのもある。敵だけどどうにか、うん、敵っていうか要はその買う企業は、はい、例えば今ね話題になっているのはあのカナダの
スーパーマーケットチェーンがセブンイレブン、セブン&アイホールディングスを買いに来ると、はい、まあ、まだそこまで進んでないけど、でもそれは当然ながら 今のところセブンの経営陣はそれに応じてはない。話がうまくいって買収、うんうん、有効的に買われる可能性もあるし、はい、向こうがいやそうじゃなくて敵対的でもええんじゃないかと思って、はい、もうその要はセブン&アイの経営陣の意向とかを無視して、はい、日本市場で TOB をかけてくる可能性もそんなことゼロではできます。だから公表しちゃえばいいってことなんですね。そうできる、だから公正だから、だからすごいプレミアムを出して、そうすると株主からしてみるとちょっと待ってと、この会社の方が結構いい値段出してるから応じない意味がないと、確かに、はい、MBO っていうのは、まあ、これはただの要は買収の形態の一つなんですよ。マネジメントバイアウトって言いまして、経営陣が自分の会社の株、はい、一部もしくは全部ですね、買い戻すっていうことが MBO なんです。その株主の方から買い戻す、うんうんうん、そうですそうです、第三者とか第三機関が買いに来るんじゃなくて、その自分の会社を買うということです。はい、それに何の意味があるか、はい、そう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 なんです、はい、そうなんですこれはね、例えばね、自分が会社を作ったと、例えば私は会社を作って、それをとりあえず資金繰りが、まあ、資金が必要になって成長するために上場、一旦上場させましたと。一旦上場させてちょっと大きくなったけど、途中からちょっと待ってと、もうちょっとなんかこう違うことをやりたい、うん、でそのためにはこの上場のままだと少し不便だ、いろいろとこう要は制約があるから、はい、これは一旦もう全部バイアウトして残った要はその株主からも買い取って、はい、一旦会社の中もう一回再整理して違う方向で綺麗にしてからもう一回上場させようっていう、そのためにマネジメントが必要なお金を実は外から見つけたりする、投資会社とか、まあ、銀行とか、はいはい、なんか許可みたいなのいるんですか、こうさっきの公開私買いますよみたいな。許可っていうのは要は結局この場合は敵対的買収にはならないけど、でも株主を説得しなきゃいけない、はい、そうですよね、ちょっとすいませんが、そうです、まあでも、まあ、同じ原理ですよ。だから株主を説得するためには、うん、ある程度のプレミアムを払って、うん、証券会社さんとかのM&A の人たちに頼んで、ちゃんと正当な公平な公正なその価格、うん、企業価値を計算してもらって、それに沿ってちゃんと手続きを踏まないといけないっていうのがある、うん、違いが分かりました。分かりました、はい、全部分かった。 M&A っていうのは要は会社の買い物と思ってください。おー、かわいいですね、なんか会社の買い物。そうでは会社が売られて市場ああかわいいがあって、その中で会社を売ったり買ったりっていうのが、はい、これ全部M&A なんです。ああなるほどです、うん、あよくわかりました、ニュースが、はい、楽しくなりそうですありがとうございました。ありがとうございます